はいどうもみさん、こんにちはです。今回もですね、ポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあというわけで、現在ね、最強呪喚レイドが絶賛開催中ということで、前回の動画ではね、アーマーガーを使ってソロで 100% この最強呪喚を倒す方法というのを紹介してきたわけですけども、まあ、このアーマーガーだとね、ボディープレスを使ってちまちまと削っていくような立ち回りだったと思うんですが、今回は大ダメージを与えながら余裕でねソロ攻略できるというような方法がありますので、そちらをね今回皆さんに紹介していきたいと思います。まあ僕個人的にはね、こっちの攻略法の方が、まあ、大ダメージ与えれてね快適に倒せるのでおすすめですので、ぜひねこの攻略法で周回したいという方はぜひ今回の動画をご覧いただければと思います。というわけで早速ですね、今回の攻略ポケモンを紹介していきたいと思います。はい、それがこちらピクシーになります。はい、この子はですね、一応このポケモン SV の DLC ですね、ゼロの秘宝の前編緑の仮面でゲットできるポケモンになっております。なのでもしね DLC を買っていないという方は、前回紹介したアーマーガーでのね攻略法を試していただきたいと思いますので、一応ねそちら概要欄にリンクを貼っておきますので見てみてください。で DLC をねもうプレイしているという方は、ぜひこのピクシーでね攻略してほしいと思います。では育成方法を見ていきましょうか。テラスタイプはフェアリーテラスタイプで、持ち物は貝殻の鈴にしておきます。で技構成はドレインキス、ムーンフォース、瞑想、そして守るですね。で努力値は今回こちら特攻と防御に振っておりますので、リゾチウムとブロムヘキシンを26個ずつ、あとはマックスアップを1個ですね。そしてミントはですね、今回図太いミントを上げておいてください。こうすることによってね、物理への耐久がかなり上がりますので、ぜひね図太いミントを上げておきましょう。そして特性ですね、今回一番大事なのが天然ですね。この特性は必ず天然にしておいてください。今回ね最強呪喚は竜の舞をひたすら積んでくるんですけども、このピクシーのね天然の特性があることによって、竜の舞の積み技全く無効になります。ですので特性をね天然にしておくのを忘れないでおいてください。でもねここまで育成したら、あとは立ち回りさえ気をつけていけば楽勝に勝てますので、今から実際ねこのピクシーを使って最強呪喚倒していきたいと思います。さあではもう早速ね、このピクシーを使ってこちら最強呪喚レイドに一人で挑戦していきましょうか。さあでは始めていきましょう。ではですね、まず相手がリーフストーンをやってきますけども、まあ、これね当たっちゃうと大体 HP 半分ぐらい削られちゃいます。まあ、それでも勝てるので大丈夫です。まずね最初の3ターンはドレインキッスをね打っていきます。まずはねドレインキッス3回連打でね当てていきましょう。でもしねこれで急所を途中で当てられてしまった場合でも、ドレインキッス連打してるので結局しっかり HP をね満タンのまま維持できるといった感じになります。はい、でこれで2回目のドレインキッスですね。で次で3回目のドレインキッスで、これでドレインキッス3回当てるとテラスタルをね切れるようになります。でここからがですね、ちょっとあの大事な立ち回りになってきます。はい、これで一旦終了です。これでねテラスタルを切れるようになりましたけども、ここで一旦このまま放置しておきます。でこれいつまで待つかと言いますと、相手がバフ解除をしてくるまでですね。このテラスタルを切れるようになった状態で、相手がバフ解除をしてくるまでひたすら待っておきます。まあもうねそこまで時間はねかからないというふうに思います。はい、やってきました。こんな感じでだいたいね、何秒か後にやってくるので、この後にすぐテラスタルを切って守るをします。はい、まあ、ここがね一番重要な立ち回りになります。一旦ね3回ドレインキッスを当ててテラスタルを切れるようになった状態で、そのまま相手がバフ解除をしてくるまで待機すると、でバフ解除をされたらすぐにテラスタルを切って守るをするというところですね。この一連の流れが一番大事になります。で今回ね相手竜舞打ってきましたけども、これもしねリーフブレードとかで攻撃された場合はワンチャンねあの一発で倒される可能性がありますので、ここはね必ずテラスタルを切って同時に守るをするというのが非常に重要になります。
でテラスタローも切った後なのでテラスタローオーブねチャージ奪われても関係ありませんよと。でこっからは瞑想をね積んでいきます。で途中で相手がバリア張ってきますけども、これ全く気にしなくていいです。はい、こっから瞑想ね5回積んでいくんですけども、まあ、途中でねこんな感じで相手にリーフブレードを打たれますので HP が半分ぐらいになったらすぐにねドレインキッスで回復してください。はい、まだ HP 半分なってないのでこのまま瞑想を積んでいきます。あ、はい、これでリーフブレードね今急所当たっちゃったので半分切っちゃいましたね。ですのでもう半分ぐらいに差し掛かったらすぐに次のターンはドレインキッスで HP 管理をしてください。まあ、今回たまたまね相手の樹海院が麻痺してくれてますけども、これ次のターンで相手のリーフブレード食らうと結構瀕死になっちゃうので、その2ターン後の攻撃を耐えれなくなります。ですので今のうちにしっかりとドレインキッスで HP をね管理しておくと。でまた HP がね元に戻ったら瞑想でどんどんバフを積んでいきます。でまあ6回ね瞑想積んでもいいんですけども、今回5回で全然大丈夫です。5回積みさえすればもう大ダメージしっかり与えれますので、はい、これで4回目ですね。これで瞑想を4回積めます。あれ、これでまたね HP が半分差し掛かったのでしっかりここでまたドレインキスで HP 管理をしていきます。はい、ここでドレインキス、もう絶対ね半分差し掛かりそうになったらドレインキス、もうこれは絶対に忘れてはいけません。でしっかりね瞑想で積んでるのもあって HP はね必ず全回復できます。はい、こんな感じで、これで4回目なのでこれラストですね。5回瞑想を積めばあとはもう攻撃していくだけになります。はい、瞑想を積めました。一応ちょっとステータスの画面で確認しましょうか。はい、こんな感じで特攻特防が5段階上がっております。では今からはこちらムーンフォースで攻めていきます。あの体力ねよっぽど削られてない限りはムーンフォースで攻めていきましょう。やっぱりねドレインキッスよりもムーンフォースの方がダメージ与えられますし、あとはまあ貝殻の鈴がありますので、まあ、その分回復もねしっかりできますのでね。はい、こんな感じで、まあ、ちょっと全回復とまではいかないんですけども、しっかりたっぷりとね回復することができます。はい、でムーンフォースどんどん連打していきましょう。でもね連射コントローラーがある人はもうこっからはね放置で大体いけます。たまにねちょっと急所連続で当てられてドレインキッスしないといけない場面もあるかもしれないんですけども、まあ僕はね今のところ1回もないですね。もうひたすらこのムーンフォース連打しているだけで勝てます。はい、あ、ただね連射コントローラーで放置しようと思ったらムーンフォースね技構成の一番上に持っていった方がいいですね。はい、でこれであと一発でバリアが割れます。もうあっという間ですね。結構ねアーマーガーのボディープレス型だとちまちまね削っていく感じになるんですけど、まああれはあれでね安定してすごくいいんですが、このピクシーを使うとね特大ダメージをね1回あたり与えられるっていうので結構快適に周回ができるという意味で割とおすすめですね。個人的にはアーマー側の戦法よりもこっちの方が好きです。はい、でバリアも割れましたのでさらに大ダメージを与えられます。はい、こんな感じでもう言ってる間にあと一発で倒せますね。はい、これで終わりと。やっぱり若干ねアーマーガーよりもタイムを残して勝つことができます。はい、よいしょ、こんな感じだいたい 30% ぐらいかな時間残して勝つことができちゃいました。まあご覧のようにねピクシーだと、まあ、体力にもねあと耐久にも自信がありますし大ダメージで
たっぷり回復することもできちゃいますので、まあ、ぜひね秘伝スパイスを周回したいという方もこのピクシーね持っている方は使ってみてください。さあということで今回はこのピクシーを使ってね最強樹海院を楽に倒していったわけですけども、ちょっとね DLC 始めたての方とかあとは図鑑をねあんまり埋めてこなかった方でピクシーまだ持っていないという方もちらほらいると思いますので、まあ最後ねせっかくなんでこのピクシーの入手方法をですね紹介していきたいと思います。ですのでちょっとピクシーね今更ながらちょっと持っていなくって、あの入手方法わからないという方は今からの解説動画を参考にしてみてください。ではですねまず向かっていただきたいところがありまして、こちら北上の里のテラス池ですね、この山の山頂にある池に飛びましょう。さてこのテラス池にたどり着いたら、もし、ね、夜になっている方はもうそのままあの進めばいいんですけども、もし、ね、まだ日中の方、僕みたいにね日中の方は一旦ここで、まあ、レポートを書いておいて、で適当にちょっとソフトを終了して、でこの設定ですね、本体設定でちょっと時間を進めて、でちょっと夜にね無理やり変更します。まあだいたい30分ぐらい進めれば、まあ夜になってくれるかなと思うんで、一旦ねもう一回入ります。はい、そしたらねこんな感じで時間を進ませると夜になると思いますので、今ここねテラス池の看板の前にいますけども、ここからこのね橋を渡って、でさらにねこちら奥に進んでいきますと、でそうするとねここに岩山のなんか坂みたいなところがあるんですけども、ここの下の方を行きます。でそうすると岩肌のところにこの洞窟の入り口があるので、これをね入って一番下まで落ちます。はい、でさらにここから道がねあります。こっちですね、1個だけねこの通り道があるので、ここをですねさらに下に落ちると、はい、このねため池があります。はい、そしたらね、この近くにこのようにピッピがね湧いてくれます。こちらね、まあ、ここ以外にもこっちの奥の方ですね、こっち側にも湧いてくれますので、とりあえずねここにいるピッピをね捕まえましょう。あのピーでもいいんですけどね、この今両方湧いてくれてますね、これピー、まあ、ピーでもいいんですけど、あの夏季進化なんですよピッピが。なのでピッピをね捕まえた方が割と楽にピクシーを入手できます。はい、でもボールはね適当でいいので、とりあえずね捕まえましょうと。でただねたまにこれ夜にここ来てもピッピね出てきてくれない時があるんですよ。なのでそういう時ねどうしたらいいかと言いますと、一旦ねこれ見てピッピ出なかったらまたこのねマップを開いてテラス池のとこに戻ります。で戻ってからもう一回この洞窟に入ってここに来ると、そうするとこんな感じでねポケモンがまた違う個体が湧いてくれますので、それを繰り返してピッピが出てくるまで待つといった感じの工程になります。であとはねもう捕まえたピッピに月の石をあげたらピクシーに進化させれるんですけども、まあ、月の石ね持ってる方はすぐ進化させれると思うんですが、持ってない方はこちら北上の里ですねの一番近くだと北上センターの空飛ぶところか、もしくはこの鬼頭の岩ですかねからこっちに来てもらいますと、ここねここのこの辺りに行くとこの岩肌がねあると思うんですが、ここに洞窟の入り口がありますと、でここ入っていくとここにね月の石が落ちてるはずなんですよ。で僕の場合ねこれすでに拾っているので出てこないというふうに思います。まあ、なので月の石がねないという方はこちらのね洞窟の中で月の石を拾ってピッピにねあげてピクシーに進化させてあげてください。さあということで今回もね徹底的に攻略法を解説してきました。まあ、もしねこれ以上にもっといい攻略ポケモンがいましたらすぐにまたね動画で紹介していきたいというふうに思います。ですので最新のね攻略情報が気になるという方はぜひね今のうちにチャンネル登録をしていただければと思います。
そしてですね、もしこの動画が良ければ高評価をしていただけると非常に嬉しいです。ぜひね、そちらについてもよろしくお願いします。というわけで今回の動画はね、これで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。I'd do anything for